ツイッターに加藤純一の結婚の写真が流出してた。まだ結婚式あげてないのにどうやって流出すんだよ。最近、あれだよな。加藤純一に関する、俺ちょっとなんか体調崩しちゃって、まあ、毎年1月になるんだけど、舌下腺炎っていうのになっちゃってさ、40度ぐらいバーって熱出て、で、なんかコロナだ、みたいな。まあ確かにこの時期にそんな熱出したらみんなそう思うわな、と思って、あれしてたんだけどさ、なんかもう、俺って人気者なんだな、と思った。もう、過剰、なんかすごい、なんなら、まあ、加藤純一コロナなんじゃないかって、まあまあ確かにみんなそうやって思うよな。でも、その、否定もできなかったし、その時は。わかんないじゃん。だから、あれだったけど、もう加藤純一コロナだよな。いや、コロナだろう。もうクラスターだろう。バーチャルユーチューバーに移してるだろうって。なんかもう、俺がコロナを作ったぐらいになってたわ。ちょっと一週間配信休んでる間に。中国、発端、もうコロナの発端稼働だろ、みたいな。までなってた。あいつらの中で今までのお前がコロナってことで。奇跡すぎるだろ。俺と、なんか、会ってたやつが誰もコロナになってなくて、なんで俺と、濃厚接触したやつ全員コロナじゃなくて、俺コロナじゃないって言ってて、陰性証明もらってきて、他の奴らみんななってるのになんで俺コロナなの？そっちの方が確率低いだろうが。でもわかんないけどね。俺自身もわからないもん。お前のアンチだけど言うにすると、陰性証明書発行したらお前が空想つか信用者なんでてめえ信用されなきゃいけないんだよ。俺が信用されなきゃいけない社会だろうが。で、てめえし、もうあれかなんか、安倍晋三かなんかとかんちゃいしねえか。なんでてめえに信用さなきゃいけねえんだ、バカだれが。いいだろ、ピザレスとかオープレクくらいでいいだろ。一生疑っとけ、ずっと。だってお前、ズボンのタグ見ろ。ゼロじゃねえぞ、可能性。